岡崎ダイレクトで矢島落として品田スペースへ平岡タスクスピードがある1対1平岡中を見て比江島キーチ入ってます。入りました。平岡から矢島よく合わせました。本人も笑ってます。品田からのスーパス、平岡ちょっとタイミング逃して折り返しアウトサイドです。51分、 FC 東京追加点、杉本も反応しましたが